今回はお前らにちょっと俺が死に物狂いで貯めたこのマイル旅行券50枚を差し上げようかなと、普段のね感謝も込めてこういうこともやっていかないと、やはりまあね、やっていかないとダメだということで、50枚、この死に物狂いで貯めた50枚をお前らにプレゼントしようと思います。応募ね、内容は、もうほんと、あ、まあ、1人1枚ね。1人1枚。で、まあ、合計50名の方に、こちら差し上げようと思うんですけど、まあ、まずね、応募要項の方、ちょっと追って説明しようと思うんで、まずちょっと最初は、雑務の方を終わらせようかな。はい。もう、なんか、何やったっけ？アースキャンプみたいに終わっちゃったけど、あれ別に終わったからっつって、なんかこういうマイルがもらえへんくなるわけじゃないねんな。あれ知らんかってん。実は。もらえるんや。で、そんな急ぐ人なかってんな。なんか、すごい、急いで、ここのやつ集めててんけど、なんも変わってへんやん、言うて。なんも変わってないやん。変化なかったから、そんなに急ぐ必要なかったんやと思いましたね。一体何やったん、あれは。結局のところ。何がしたかったん、あれは。って思うんけど、まあ、とりあえず、今できることは、やっぱマイル貯めること。で、俺、株さ、株あるやん。あれ、日曜の朝だけしかおらんねんな、あいつ。歌舞伎町みたいな名前の、歌舞伎みたいな名前のやつおったやん。あいつがマジで、午前中に帰りよるからさ、俺知らんくて、それ。普通に午後、夜さ、ログインしたら、おらんくなっとってんやん。で、株買いそびれたから、俺の目的がさ、俺株買って、ボロ勝ちして、その金で増築しようと思っててんけど、もうそれができへんから、それができへんっていうことは、ちょっと前には進めへんねんな。だから今ちょっと足踏みしてる状態やねんけど、だからそれが終わり次第、僕の目標、当面の目標、京都競馬場開発計画、は、まだちょっと進めれないっすね。うん、だからとりあえずマイルをアホみたいに貯めて、あと、まあ、せやな、お金やな、資金。で、なんかその、いろいろ やってもうたからさ、家の増築とかなんかしてもうたから、お金も減ってもうてんやん。だから、そこの、ちょっと工面をね、していけたらなと思いますね。とりあえずもう、今は、もう夜中なんで、たぬきち商店閉まっちゃってね、今売ったらね、今買い取りボックスで売ったら80%しかね、買い取ってくれないんで、もったいないなということで、まあ、とりあえず、今できること、今できることを始めましょう。うん、マイルをとりあえず貯めること。まずここに、まず今できること、これ無理やな。これ無理。金魚無理やな。うん、無理やな。これは。まあ、これはもう、運やな。運ゲーで。で、ルリボシカミキリ。これもうちょっと、運ゲーなんで、今いけるのは虫取り。で、今の時間帯って、もう本当ガが出やすいから、もうガを乱獲する。それが今の目的になってきます。ガを取ればほんまに速攻たまるからな、これ。で、絶対この家の前とか行ったら絶対1匹おるから。嘘やろ、おらんやん、ちょ。マジ？1匹もおらんねんけど。役場の前とか、これ、嘘でしょ？おらんやん。マジで？ マジで言ってる？青とほろほろな。まあ、まず1匹ゲット。夜はちょっと虫がほんまガーとかぐらいしか出えへんからな。ちょっときついわ。夜にこのミッションかましてくんのは、さすがにちょっと、人間のやることじゃないと。あ、向こうね、相手は動物なんで、そういうこと分かってない。やっぱ知能レベルの問題ですよね、これ。人間やったらこんな、ちょっと無理難題押し付けてくれへんけどね、ほんま。だってこんなん夜に工学書いてるとか無理やん。こんなんもう絶対無理やん。罪やん、言うたら。そういうさ、ことをしてくんなよ、こいつら、ほんま。あ、でもまあ、花とかおるな。こいつら、捕まえよっか。嘘、下手くそす。お、人面カメムシが、捕まえていく。2匹目。2匹目捕まえて、で、次よ。次3匹目か。サソリとかさ、1回だけ遭遇したことあんねんけど、未だに捕まえれてない。タランチュラも出えへんのかな。
なんかあれも捕まえれんかったな、結局のところ。マジでもったいないわ。あいつむずすぎな。どんだけむずいな、あれ。めちゃめちゃ強いしな。刺されたらたまらんで、ほんまに。虫おらんか、ヤドカリとかおらんかな、おらんか。おらんな。ちょっときび、お、おーっつ、まあ、タマムシやから、あんまり。タマムシ高いんかな、わからんけど。ルリーボシカミキリってやつをちょっと捕まえたいね、これは。これ、バイオリン虫か、これ。バイオリン虫。あと2匹。ガレなんとかなると思うけどな。来てほしい時に来てくれない。ほんと。臭いほどな。ちょっと。ただいま寝ております。ご用の方起きてる。寝てんのか。ちょっと予灰をしようと思ったら寝てましたね。ゆきみちゃんに。予灰をしようと思ったら寝ていたと。おるやんけ。ええー、とこに虫が。はい、ゲット。あと1匹。あと1匹ね。捕まえよう。が。どこ？どこや？おらへんな。こいつの家行ってこうか。 こいつの家行こうか。夜中に押しかける。クソ迷惑な。クソ迷惑な住人は私だ。夜中に押しかけるクソ迷惑な住人は私だ。お、あいだ。おかえりなんてね、もう自分の家だと思ってくつろいでいきな。こいつもな、なんか今作って写真とかもらえんの？なんか動物の森ってなんか写真もらえるやん、仲良くなったら。今作ってそういう機能あんのかな？お、なんかもらった。ええやん、お前。貢ぎ物。ありがとうございます。なにこれ？ハートのサングラス。いいね。あ、身につけて。帰っちゃった。はい。あと1匹やねんけどな、本当に。出てきてくれんかな。ええ感じに。ちょっといい感じに、ちょっと。俺あんまりこの動画でダラダラすんのは好きじゃないんでね。パパッと。パパッと言いたいの、パパッと。そう、応募要項を早く。俺はこのマイルチケット、マイル旅行券を皆様にプレゼントするための応募要項を早く言いたいんですよ。これが終われないと言えないんですよ。だから応援して。応援しろ。おらんねん、マジで。なんでおらんの、ちょっと。いや、もう夜に虫捕まえるのほんま難易度高いよな。あー、逃げてもうた。くそったらボケ、こら。やっぱカメムシ一点狙いでいく？いるね。はい、オッケー。ということなんで、まあ、応募要項は、まずね、ほんと簡単。もう全員にね、ほんと、俺配りたいんですよね、この気持ち。俺のね、この持っている、僕が持っているこのチケットを、ほんと、渡るべき人に渡ってほしいから、で、今頑張ってる人、動物の森を頑張ってる人に向けて、俺は差し上げたいと思ってるので、まずね、まず一つね、まず、応募要項一つとして、まあ、僕、チャンネル登録してくれてる方が、まず絶対条件になってきます。それと、ね、第2項の、2個目のね、応募要項は、僕ね、ライブ配信よくするんですけど、その、動物の森のライブ配信、多分ね、今週、あと2、3回やると思うんですけど、その2、3回のうちに、クイズをね、5つ出題します。ライブ配信中に。そちらの方を全問正解した方に、リアルタイムでね、チャットで、答えね、言っていただければ、いいので、それをね、クリアした方、全問正解の方のみに、お渡ししたいと思います。ライブ配信のリアルタイムの、ね、リアルタイムでチャットで答えを出してくれた方に、1枚プレゼント。正解者のみに。すごい簡単ですよね。
とっても簡単ですよ。絶対もらえるって言っても過言じゃない。普段僕の配信なんてね、2、3人しか来ないんですよ。なんでね、もう、あなた、当選確定しました。おめでとうございます。おめでとう。って言われてるようなもんなんですよ。なので、もうどっちにね、構えて、僕の配信見ちゃってください。あれ、おめでとうございます、本当に。おめでとうございます。おめでとう。当選確定ですよ、あなたたち。で、ちなみに、ケズダシロ親衛隊の方は、ケズダシロ親衛隊に入会してる方は、確定で1枚ね、プレゼントできる、プレゼント確定してるんで、僕のね、ツイッターの、もうフレンド、まあ、なってん人は、ちょっと、あれですね、フレンドなってる人は確定ということで、警察署の親衛隊の方のみね。なので、僕に直接チャットでね、言ってくれてください。その時あげるんで、まあそんぐらいかな。すっごい簡単、すんごいね、簡単でしょ。もうあなたたち当選確定しました。もう本当におめでとうございます。もう1枚ね、このてめえら見えるか、お前。これ50枚、50枚、50枚、これ50枚。いや、俺もね、ちょっとこうあげたかったからさ、みんなに。ただで。だからちょっと、まあね、しっかりね、応募、要項守って、どしどし参加してください。以上、ケツダシロウでした。